カルロ一世、ゴンザーガネベルス、または、シャルル一世、ド・ゴンザーグ・ヌベールは、イタリアのマントバ公爵及び、モンフェラート公爵。また、フランスのヌベール公爵及びルテル公爵、ある志向。マントバ公フェデリーコ二世の息子であるルドビーコと、その妻で、ヌベール公、フランソワ一世の娘であるアンリエットの間の、末息子として、パリで生まれた。年に、 本家のマントバ公ヴビンチェンツォ2世が着手のないまま亡くなると、シャルルがマントバ及びモンフェラートの支配者の座を引き継いだ。シャルルはビンチェンツォ2世の命で相続人のマリーアを自分の息子と結婚させた。しかし、ゴンザーガ家の領土の一部である、モンフェラート公領を狙うサボイア公、カルロエマヌエーレ1世や、神仏派のマントバ公爵家の出現を心よく、 思わないスペインとオーストリアのハプスブルク帝国は、シャルルの相続に異議を唱え、これによりマントバ継承戦争が始まった。1629年に新生ローマ皇帝、フェルディナント2世は、子外の傭兵隊を派遣して、マントバを包囲させたが、シャルルは、フランス王類13世から軍事的支援の約束を取り付けることができず、マントバから逃げ出すことを余儀なくされた。 1630年7月、すでに長い包囲の間に薬病によって多大な被害を出していたマントバは、傭兵隊の突入によって壊滅的な状態になり、以前の繁栄を再び取り戻すことはできなかった。強行領に避難していたシャルルは、1631年にケラスコ協定を結び、マントバに帰還することができた。 サボイアにモンフェラートの一部を譲る代わりに、マントバ広告とモンフェラート広告の継承を認められたのである。サボイア家やゴンザーガ家の文系具はスタッタ公爵家の相続請求に対する保障はなされないままであった。シャルルは荒廃した、マントバの経済的復興に力を注いだ。1637年に57歳で死ぬと、着ン・ロカルロ2世が後を継いだ。 1599年2月1日に、ソワソンにおいて、ディーズ家のマイエンヌ公、シャルルの娘カトリーヌと結婚し、間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。